議長5番。5番、堀本則明君。はい、ただいま議長より、発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、2点質問させていただきます。1、再生可能エネルギー推進について、各1、町内ではメガソーラー発電所が4カ所稼働し、再生可能エネルギー供給に貢献しております。東日本大震災以降は再生可能エネルギーへの期待が高まっている現状で、今後も町は再生可能エネルギーの推進に力を入れる必要があり、家庭用ソーラー発電の普及、エネルギーの地産地消の観点からも電気自動車の普及促進等、町と町民が一体となった取り組みができるシステムが必要と考えておりますが、町の考えをお聞かせください。2、教育環境の整備について、括弧1、現在町内で児童生徒が学ぶ富岡第一中学校の体育館につきまして、大規模改修、改築等の老朽化対策が必要ではないかというふうに考えておりますが、町の考えをお聞かせください。以上2点よろしくお願いいたします。5番、堀本典明君の一般質問について町長の答弁を求めます。町長、はい、5番、堀本典明議員の一般質問についてお答えします。1については私よりお答えし、2については教育長よりお答えいたします。1、再生可能エネルギー推進について、括弧1、町内ではメガソーラー発電所が4カ所稼働し、再生可能エネルギー供給に貢献している。今後も町は再生可能エネルギーの推進に力を入れる必要があり、家庭用ソーラー発電の普及、エネルギーの地産地消の観点からも、電気自動車の普及促進など、町と町民が一体となった取り組みができる仕組みが必要と考えるが、町の考えはについてお答えいたします。なお、再生可能エネルギーには、太陽光や風力、地熱などさまざまありますが、主に太陽光発電に関する答弁とさせていただきます。県が策定した福島県再生可能エネルギー推進ビジョンでは、2040年までに一次エネルギー需要量を 100% 再生可能エネルギーとするとしており、当庁においては環境への負荷が少ない低炭素循環型社会の実現を目指し、住宅用太陽光発電システム設置費の補助制度や首都圏への電力供給基地の設置など、再生可能エネルギーの普及促進に取り組んでおりました。住宅用太陽光発電や電気自動車の普及促進などによるエネルギーの地産地消については、過去にも役場内で検討を進めた経緯がありますが、町内においては除染や建物解体工事が進行中であり、多くの町民が町外生活を送っていることなどから、現状においては町が積極的に取り組むまでの状況ではないと考えております。しかしながら、近年地球温暖化が原因と言われる自然災害が全国各地で多発しております。大震災を経験した我が町は、持続可能で環境に優しいエネルギーについて決して他人事としてはいけないと考えており、単なる売電にとどまることなく、蓄電設備の普及や電気ステーションの整備、近代的なエネルギー供給などを検討してまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。教育長。2、
教育環境の整備について、括弧1、現在町内で児童生徒が学ぶ富岡第一中学校の体育館について、大規模改修改築等の老朽化対策が必要と考えるが、町の考えはについてお答えいたします。富岡第一中学校の体育館は昭和47年2月に建設された築47年の建物であり、鉄骨造りの耐用年数34年を優に超え、ご質問の大規模改修改築等の対象となる建物でありますが、本体育館はこれまで平成10年に耐震工事を行い、平成29年には学校再開に向けた災害復旧工事を行いました。この災害復旧工事においては、地震による被害を受けた箇所の復旧を主として合わせて、長期不稼働による劣化箇所、また防災機能を強化すべき箇所について改修を行ったところであります。加えて本年3月には床全面の研磨塗装工事を行い、建物の安全性については現時点で支障がないものと考えております。従いまして、直ちに大規模改修改築等は行わないものの、老朽化対策、建物の長寿命化を図るため、今後も適正な維持管理を行い、劣化を未然に防ぐための細かな修繕などを適宜行ってまいる考えであります。体育館、校舎等より良い環境の提供は教育内容の充実と同じく重要なことであり、子どもたちが安心して楽しい学校生活が送れるよう最善を尽くしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。再質問に入ります。以上、5番。5番、堀本の礼君。はい、はい、ありがとうございます。まず1番の再生可能のエネルギー推進についてから行かせていただきます。震災前からですね、発電地域というか、という場所であったためにですね、震災後もそのインフラ整っていることもあって、メガソーラー発電比較的進出しやすい環境であったと思います。町の関与にかかわらずですね、現状この再エネ促進というもの、これだけ太陽光が広がっているということは、やはりそういったものをうまく利用しながらですね、そういった再エネを推進していくという姿勢が非常に必要だと思うんですが、そのあたりのお考えはどうでしょうか。企画課長。調書答弁にもありました通り、町においても再エネを推進していくという姿勢には変わりはございません。5番、堀本の礼明君。はい、今後ということになるかと思いますが、どういった形でですね、その推進の動きを出していくのか、もし何かしら考えがあればお知らせください。企画課長。再エネを推進していくにあたっては、平成16年度に、要綱等を制定いたしました、その住宅用太陽光発電の補助でございますが、こちらにつきましては、まず、16年から22年度に1回改正し、さらに23年、初動震災の直前でございますが、改正して、その施行期間が28年の3月で切れているところでございます。そのようなこともあり、太陽光について、避難指示解除する前に庁舎内で議論を深めたところでございますが、庁長答弁の通り、解体等が進んでいる中、今やるべきではないのではないかというふうに考えてございます。とはいえ、現在その太陽光、住宅用太陽光に発電に関しましては、年々生産の
生産量が増え、安価に購入する、まあ、それでも100万単位という大きなものでございますが、価格は水準になってきている、まあ、それを受け国の補助についても2019で終了という形を受けております。まあ、これを国が先導してきた再エネ事業でございまして、各県各自治体においても応援しているところでございますが、近年はその住宅に関する売電するだけでなくて自分で消費していく、まさにゼロエネルギーという形で動いているところでございますので、しばらくその状況を見ながら動きていきたいと思います。直近の情報でございますが、今年の5月から国の方においてもその蓄電に関することの補助がスタートいたしましたり、県においてもこの11月からスタートするような動きもございますので、そこら辺もしっかり見極めつつ町の状態に合わせて検討を進めてまいりたいと考えております。5番堀本典明君。はい、まあ、国や県がいろいろと、そういったものを推進しているのは私も知っておりますが、町としてやはりなんで今回こういった質問させていただいたかというと、やはり太陽光発電が町主導、民間主導に関わらずこれだけ、この町の中でですね4カ所も発電をしておって、またもう1箇所民間であろうと思いますが来年度あたりにまた稼働されるのかなというふうに思っていて、そういった既存の施設をうまく利用しながら町としてもそういうのは取り込んで、それをもっと広げていくみたいな動きを出していくのがですね、政策の一貫性が出てくるのかなというふうに思ったので、そういった今回こういったご提案させていただきました。そういったところの何て言うでしょうか、そういった推進をして取り組んでいきますよというのは分かるんですが、どの程度になるのか、町としてそういうのを一つの柱としてやっていけるかどうかというのはどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。企画課長。はい、確かにメガソーラー関係の方、それから民の動きも掲げありまして、町内では太陽光発電等について進められているということでございます。まあ、こちらにつきましては産業用という形でありますので、やはりその町と町民とその事業者という形が一体となることについては若干ちょっとニュアンス的には異なる部分かなというふうに考えてございます。ただしその取り組みについては電気ではなくその売電益を介してですね地域振興にという形になっておりますので、間接的ではありますがそういう形で一体に取り組んでいければというふうに考えてございます。5番堀本典明君。はい、ありがとうございます。まさしくですね、今回その提案させていただいて町民の皆さんも一緒に取り組んでいただければものすごく何て言うんでしょうね、町として一体感が生まれるかなというところがあって、それにその太陽光が今これだけあるのでそれをうまく利用していければいいなという思いはあります。で、まあ、もちろん今売電益からですねいろいろ と寄付をいただいたりとか町の運営にもですねすごくいいことになっているかとは思いますが、それと町民の皆さんにも何か還元しながら一体となってやっていただければいいなというふうな思いがあります。で、やはりこれからその化石燃料が石油とかそういうものがですねなかなか枯渇してくるのではないかと言われてですね、電気自動車 EV その他、ハイブリッド車などの普及がすごく進んできていると思うんですが、そういった中でですね県では、電気自動車の充電が無料の場所があったりとかそういったものがあってすごく普及に取り組んでいると思うんですが、町でもねそういったところで例えば公用車に電気自動車を導入するとか、そういったところで少し、普及の意識を、町民の皆さんにも持っていただけるような動きができないかなと思うんですが、いかがでしょうか。企画課長。まあ、電気自動車ということもありましたので、その EV ステーションについて若干調べさせていきました。残念ながら今郡内で、その電気ステーションと言われているのが大熊町役場に、設置しているところ1カ所のみでございます。国道6号でこれだけ往来が激しいところでステーションが1つしかないというのもちょっと問題があるのかなというふうに考えておりますし、近年そういう問い合わせも多々挙げられてございます。で、その設置費用等々について若干調べさせていただいてございますが、設置費に関しては大体1000万ぐらいかかるという話を伺っておりますし、
その化石燃料という話もありましたが、その充電時間も30分程度ということもありますので、その充電している間に何をすればいいかということもちょっと考えなきゃいけないというふうに考えてございます。とはいえ、その公共用施設等については国の方にも国の方の補助という形で3分の2程度だと思いますが、結構充電手厚くご支援といただくような話もありますので、まあ、役場庁舎になりますとまた総務課とも話はしなきゃいけない部分がありますが、その積極的にその普及については町としてもしっかり考えなければいけないと思っております。総務課長はあるんですかないんですか。総務課長。エネルギーの地産地消という観点から、町の将来に向けた重要な取り組みということの一つとして、電気自動車の積極的にその導入する普及するという取り組みを町が積極的に関与すべきではないかというようなご質問だと思います。ご質問の趣旨はその通りだと思います。で、現下の状況において、電気自動車の、価格についてはだいぶ下がってはきておるものの、まだまだ高価な状態、それから先ほど企画課長も申し上げましたように、供給するためのその基地というものについてはまだまだ普及していないという状況でございます。これについては国や県の動きをしっかりと見ながら、見定めながら、町としてもそのことが例えば公用車を電気自動車にすることによって普及の促進になったり、町民の皆様への PR になったりというところであれば、我々もしっかりそこのところは取り組んでいかなければならないと考えますが、今のところ早急にですね、そのような取り組み、公用車を電気自動車にするというようなことについては今のところ申し訳ないですが、考えの中にはない、という状態でございます。以上です。5番、堀本の利明君。はい、ありがとうございます。電気自動車の導入、公用車も更新の時期とかもあると思いますので、そういったところで、もちろんいろいろなタイミングとか周りの状況を見ながらになるかと思いますが、そういったところも少し視野に入れながら、検討していただきたいなという思いです。で、なんて言うんでしょう、この震災で、放射能汚染のイメージというのが町内すごくまだまだあると思います。で、そのなんて言うんでしょう、それのイメージ払拭をするためにもですね、その環境対策をに取り組んでいるという姿というのは一つのアピールになるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう意味で取り組みをしていくということですので、そこはそういった思いを持っていただけているのかなというふうに、私は考えます。で、そういった何て言うんでしょう、その放射能イメージを払拭しながらですね、環境対策をしているという思いが、だんだんにはですね、住民の帰還の促進であるとか、あと、新しく富岡に住んでみようと思えるような人が増えてくれればいいなというような思いもありますので、どうしてもこういったことをやっていくというのはですね、町だけではなかなか難しいですし、いろんな事業者さんであるとか町民の皆さんにも理解していただきながら、協力していただきながらやっていかないと一つの大きな流れにならないのかなというふうに思ってますので、ぜひこれから取り組んでいくよということですが、何か方策を立ててですね、ぜひ補助金だけでいいのかというのはまた別問題だと思いますし、例えばこれは実現可能かどうか分からないですけど、今の太陽光発電のところで少し充電ステーションを作ってもらって、格安なのか無料なのかで、例えば町民だったら使えますよみたいなのがあったりするのもいいのかなというような思いもありますので、そういったところまでぜひ検討していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。企画課長。さまざま今ご提案、それからアイデアといただいたところでございますので、まさにその総務課長答弁のあったとおり、今ちょっとそのタイミングはどうかということもありますので、そこら辺もこれを契機にですね、検討し始めるということも必要かと思いますし、またその環境については、当庁のみならずこれは全世界と大きな話になっていきますので、国際社会ということも一つにですね、町としても慎重に検討してまいりたいと考えています。5番堀本の礼明君。はい、ありがとうございます。私今環境対策、もちろんその全世界的なその
地球温暖化という話もありますけれども、やはり放射能汚染のイメージ払拭のためにも少し、一つの役割を果たすんじゃないかなという思いでありますので、ぜひ、検討していただけるということですので、ぜひ、そういった地域になってくれればいいのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に、では体育館の方ですね、教育環境の整備の方にの再質問をさせていただきます。先ほど、教育長から築47年というようなお話がありました。私なぜ今回この質問させていただいたかといいますとですね、校舎入らせていただいて、すごくきれいになったなと、築多分30年以上経ってると思うんですけども、非常にきれいになったなというような感じがしていまして、それなりにそれでですね、体育館の方に行くとちょっとまだ、きれいに治ってはいるんでしょうけど、ちょっと暗かったりとか、そういう私が中学生の時からあった体育館のイメージがまだちょっと拭えないものですから、ぜひそういったところで、新しくしてあげた方がいいのかなという思いです。で、例えば震災前に富岡の第二小学校の体育館建て替えがあったと思いますけれども、建て替えた時の、建て替え前の体育館の築年数は何年ぐらいで建て替えられたのかというのをちょっと教えてください。教育総務課長。先ほどは申し訳ございませんでした。はい、一つ前の、体育館でございました、二小体育館でございますが、昭和42年の3月に完成し、17年の3月に、取り壊しておりますので、38年使用した建物になっております。5番堀本成明君。はい、ありがとうございます。先ほど一中の体育館は築年数47年ということでございましたので、二小の建て替え時期が38年であったということであれば、建て替えてもおかしくないような状況なのかなというような感じがします。で、例えばこれはちょっと分かるかどうかはあれなんですけど、学校の体育館の大規模改修とか改築というのが例えば全国平均でどのぐらいのスパンでやられているかというのをもし分かれば教えていただければと思います。教育総務課長。はい、はい、お答えいたします。第二小学校体育館につきましては、鉄骨造りということで、それらの全国平均が体育館においては42年となっておりました。5番堀本の礼君。はい、ありがとうございます。学校再開前にですね、大規模というかある程度安全に使えるようにということで改修されているのも分かっていますので、なかなかまたその近々にですね、なかなか費用を出してまでというところもあるかとは思いますが、その全国平均を聞くなり、二小の改築が行われた年数を聞きますと、もう47年ということで、一中の体育館の方もですね、大規模な改修であるとか、改築なのか、そういったところも見据えてやってもいいのかなという感じは私はします。で、やはりちょっと古いなという感じがしているのと、少しなんというんですかね、ちょっと暗いようなイメージもありますので、今後長寿命化対策というようなお話もあったんですけれども、そういったところですね、そういったところもきちんと視野に入れながら、そういった計画を立てていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。教育総務課長。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りですね、すぐに、改修改築というのは現状においては、今のところ、考えてはおりませんけれども、その、現代の、波といいますかでありますその長寿命化対策、こちらの方では、その事業の中にはその省エネ化であったりですとか、エコ化、それからユニバーサルデザイン化なども、長寿命化の一つであるよというふうに言われておりますので、そういった部分で、そうですね、今後適正な維持管理、をして、監視をしていきながらですね、そういった部分、着目して、それらの必要な工事の際にですね、雰囲気的にも、明るいというところで、安全性、快適性という面に、こだわって、今後維持管理を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。5番堀本の礼君。はい、ありがとうございます。
私はまあ先ほどその築年数などでできればですね大規模な改修か改築というのを希望はしておりますが、まあ今回改修というか修繕されて今使われている状況もありますので急にその、じゃあそういった大規模なことができるかというのは難しいところもちょっと重々承知はしております。でやはり使えるものは使えるというところも必要であろうし、ただその中ではただ子どもたち学校は校舎はちょっときれいな雰囲気でいいなと思うんですけども、体育館に入ってなんか運動している姿を想像するとちょっともう少し明るい環境の中で伸び伸びと学んでいただきたいなという思いがありますので今回そういったお願いしました。まあ長寿命化などでこれからも改修などされていくと思いますが、その都度その都度というのがいいのかどうか、もしかすると大規模な改修とか改築というところも全然考えないではなくてですね、そういったところも視野に入れながらですねちょっとずつ手直し手直ししていくのではなくて、そういったところもどこかで考えながらやっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。教育総務課長。はい、はい、まさに考え方につきましては、議員おっしゃる通りでございまして、改修改修したとはいえ、現時点ですでに47年、耐用年数、それから耐用年数以外にもその実際に、構造上、平均的に持つ、寿命というのもありますので、そういったことを、念頭に置きながら、ふさわしい、改修改築等を行ってまいりたいと思います。お願いします。5番堀本の礼君。はい、ありがとうございます。ぜひですね子どもたちが明るい環境で、のびのび学べるような環境づくり、我々も協力できればと思いますので今後検討よろしくお願いいたします。以上で私一般質問終わらせていただきます。ありがとうございます。以上をもちまして5番堀本の礼君の一般質問を終わります。